の孫くんを優しい笑顔が心を明るくします。どうぞ今日も安全運転で頑張ってください。ラジオは毎日 FM21 周波数 76.1MHz お楽しみくださいね。 Thank you。はい、皆さんこんばんは。今日は12月の28日木曜日、今週もやってまいりました、ワンヌウヌの時間です。この番組はすべての子どもたちに笑顔を届けたい、子どもに笑顔を送る会にありがとう、浦添市ぐすくま通りにあります特定非営利活動法人テダコ、そしてお菓子の部門クッキングテダコ、共に日本の未来を創造する SNS フリージャパン、報道されない真実がここにある、ローマ人日記、沖縄から事実を全世界へ発信し続けるチャンネル桜沖縄支局、そしてタクシーのパーツとデジタル無線機のことならすべてお任せの沖縄タクシーマート、以上各社を応援いたしています。今夜のメインパーソナリティ私、日本のプロ参議院比例第4支部支部長、そして沖縄教育オンブズマンの代表のボッキーテドコンでございます。さて、今夜はスタジオにですね、愛が欲しいさん、なんかさっきから愛が欲しいって横断幕を持って打ち震えてる方が一人おられるようでございまして、なんかすごいことになってます。で、今日は久しぶりに女性の方が一人だけ参加をしてるっていうことで、なんか女の子が一人入るとなんでこんなに賑やかになるんだろうっていうワンの意味でございますが、では今日のこの番組のファンキーなコメンテーターの方々をまずご紹介させていただきます。では最初に、はい、どうぞ。はい、北部は河南スローファームの4頭所から逃げ出してきました、飛ばないボギー中佐です。来てます、ね、これはちょっと来てますね。はい、では続きまして、どうしたんですか今日はって思っている、ボギー少佐ことカーターです。はい、カーターさん今日もよろしくお願いします。はい、そして今日唯一の素敵な、花、スタジオに咲いた花でございます、もずくお姉さんでございます。こんばんは。こんばんは、お久しぶりです、もずく組です。はい、今日もよろしくお願いします。はい、そして続きまして、見るからに、なんやハードゲーのような雰囲気を例えましたと言いますズケちゃんでございます。はい、皆さんこんばんは。今年の流行語大賞は僕は顔芋だと思ったんですけど顔芋ですか。いや、今年しちゃいましたね、すみません。はい、大丈夫です。沈黙の時間を作るのはズケちゃんの仕事ではございません。はい、ちゃんと担当がいますので。はい、そして続きまして、ウッドペッカーのような高笑いで、当番組を盛り上げていただいております、はい、ラジオネームは自分で言わしましょうね、どうぞ。はい、待ってました。もう本当にですね、最近特によく思うんですが、割ったものの三振には要注意です。何ですかその割ったもの三振っていうのは。なんかいろいろあるらしいですね、最近ね。そうですね、やたらと高い値段なんですけども、いざ見てみ、その道に生徒する人に見てもらったら、もうそんなに価値がないっていう、そういったもの三振もあるようですね。はい、ありがとうございます。そして今日の一番遅くに宮本武蔵のように現れた方がおります。当然一番最後に来たので椅子はパイプ椅子になって
ではご紹介しましょう。どうぞ。あ、こんばんは、工作員 A です。こんばんは、よろしくお願いします。普通やん。普通なんでこんな沈黙の時間作るの君は。遅れてすいません。ね、やっぱ遅れたらね、すいません遅れましたとか言わないと、どっかの誰かみたいにどう寝過ごしましたって手振りながら入ってくるような普通に大変ですよ、こういうことは、はい、次からもアポ取れなくなっちゃいますからね、はい、それになんか今日は HK 仮面さん愛が欲しいっていう助けをしてます、ね、選挙にでも出るんですか。あ、出たいですね。出たい、出たいですか。出たいってきましたね。じゃあ今度名護市長選に出てくださいね。ところで一つよろしいですか。はい、どうぞ。HK さん、先週ボギーさんからの業務命令があったと思うんですけども。業務命令でしたっけ。業務命令で仮面持ってきた。仮面が仮面。あ、そうだ、本当だ。そうだ、今日あの仮面やる予定だったの、今年最後。今年最後の、みんな期待してたというのに。あれ忘れた。ああ、忘れちゃったな。やらない。今年最後の放送なのに。もう締めは本当にいい形で締めたいと思ったんですけどね。やっぱり放送事故ですね。はい、これですか。おお持ってるじゃないですか。公約違反っていう。じゃあ後で HK カメラさんくれましたと仮面を変えてもらってね、後でやっていただこうと思っています。いや、しかしこの放送も今年最後になりまして、はい、放送自体全然最後じゃないですからね、はい、ガナハマサコさんの番組はなんか今年最後打ち切れようとか言われたって言うんですけど、うん、まあなんかうちの番組は大丈夫と、まあ、これも一重に HK 仮面のおかげじゃないかなと。だって笑いだもんね。もう嫌なことをこの笑いで吹き飛ばすと、で都合が悪くなるとだんまりと。すごいですよこれ。まるであの人たちとそっくりじゃないですか。で得意な歌は立ち上がれと、はい、座り込めでした。ここをって言ってるそれを一生懸命口ずさんでるっていうのがちょっと不気味だなと思うんですけど、やっぱり車とか運転してても歌ってるんですか。座り込めとか立ち上がるとか。いや、車を運転してるときはもう運転に集中してるんで、歌ってる余裕っていうのがちょっとないかなっていう感じです。はい、余裕がちょっとないんですよ、気をつけないといけない。少しくらい余裕あった方がいいと思うけど。やっぱりさ、もう少し、うん、一応この番組ニュース番組なんですけど、まあ、もう少しやっぱり盛り上げてくれないとさ。余裕は、まあ、だって隣に自分好みの女の人座ったらどうなるんですか。おしゃべりとかしないの。あ、します、します。する。するでしょうね。する。隣にいたらする。まあ、どんな話するんですか。やっぱり政治の話ですかね。いやいやいや。一般の女性が嫌うのは、その時々に合わせて。ん？何に合わせるって？まあ、まあ、その時の気分次第ということです。また沈黙の時間作っちゃった。今年最後の放送も本当にいろいろ楽しませていただいております。まあ、HK仮面さん。あとでまた、はい、素敵なコスチュームに着替えてですね、はい、今日この放送は 76.8MHz の地上波と、あと、スティッカムというサイトで、FM21 が動画を流しております。そして独自に、ツイキャスのボギーチャンネル、ツイキャスというサイトに飛んで、そこで検索でボギーチャンネルと探しますと、今、このイケてる3名が映っております。はい、一番右側に、ズケちゃん、真ん中に HK 仮面さん、そして、一番真面目に見える、タカさんが映ってますんでね、タカさんなんか最近は弁護士に見えるらしいそう言われましたけど、実は、自分、10年以上前なんですけども、行列のできる法律相談所っていう番組に出ている、まあ、北村春夫さんに、外見じゃなくて、雰囲気が似てるっていうふうに言われることあるんですよ。雰囲気が似てる。まあ、そうですね、自分ちょっと仕事中は
あまり喋らないで、どちらかというと集中する方なので、まあ、その雰囲気が似てるっていうふうに言われたことあるんですけど、ただ、弁護士だというふうにですね、決めつけられたことは今年、今回初めてですね。いや、実に素晴らしいことですよ。だって HK 仮面さん、そのまま HK 仮面ですからね。はい、体型にしても、仕草にしても、そのまんまじゃないですか。はい、いや、でも HK 仮面さんもね、今36歳と何日、1週間、2週間。男一匹36年と2週間。そろそろ、やっぱり。まあ、年男もあと74時間弱で終わっちゃうんですよ。そうなんですか、地形仮面さん。今年、年男だったんですか ですかね。36だったらそうでしょ、12の倍数なんだもん。いや、本当にもう。いや、しかし、早速、キャスのネットアシスタントの皆さんからたくさん、来ております。はい。沖縄サンゴハートさん、HK のために、フーターズから放送してくれませんかっていう。放送機材があるかどうかですけどね。あと、まあ、多分、彼がもうキョロキョロして放送にならないと思います。で、あと、ラジオネーム247323から、HK さんまた変なサイト見てるんですかっていう。ごめん、作れなそう言ったコメント。はい、そして、ラジオネームラプタさん、職業欄に書くときには HK 仮面と書いてください。いやー、もう大人気ですね。はい、いやー、でも HK 仮面さん、そういえば中佐からいただいたケーキ全部食べました。食べます。美味しかったです。ありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。今日全部一人で食べたんですか？いやいや、分けながら。分けてもらった人の反応が聞きたいな。あの部分は、ってったから。いや、ね、どうやってうちうちの話するのもあれなんです。あの部分は私だけになりました。いや、本当にうちわネタで盛り上がってますね。さて、早速メッセージが届いております。西原町のキャンさんから、お久しぶりでございます。キャンさん、ボギーさん、皆さんこんばんは。はい、2017年も今日含めて残り4日。さて、今年も怒りプンプンな1年となりましたということで、怒ってました。私はずっと笑ってましたけどね。特にこの HK 仮面と、はい、海枝さんの掛け合いっていうのはもう本当に下手な漫才師。こんな面白いね。二人で見つめ合ってるだけで、ついつい笑いが込み上げて。さてさて、沖縄では基地問題に揺れた1年でございました。さらに大相撲や森友問題、賭け問題の賭け問題もありました。さらに経済で日経平均が2万円の大台に乗っかっておりました。まさに激動の2017年。ボギーさん、スタジオの皆さん、今年の重大ニュースは何だったんですかということで、それと、ボギーさん、そしてアシスタントの皆さん、今年も熱い討論をありがとうございましたということで、また来年も全く報道されないニュースを中心に楽しい放送を頑張ってください。キャンさん、素晴らしい文章を書いてるじゃないですか。少しだけ添削しました。でも、基本的にバッチリな文章でございます。では、最初に、HK 仮面さんの今年の重大ニュース。重大ニュース。重大ニュース。一つだけよ。重大って言ってるから全部。その重大じゃないからね。一つだけ。ね、やっぱりヘリから物が落ちちゃったこと、あれはまずいかなと思いました。はい、最近の出来事。まあ最近ではあるんですけれども、はい、やっぱり あの位置に学校があると、やっぱりいつか起きるかもしれないなってちょっと心配してたんですけど、怒っちゃったなっていう。それをやっぱり防ぐには何が一番いいと思います？HK 仮面さん。いや、もう、
早く普天間基地をどっかに移せる場所に早く移すこと、これだと思います。はい、まあそれが一番最短距離かなと私も思いますけどね。はい、まあ、発想の転換で学校を移転するっていう話もあります。さて、そうですね、続きまして、ズケちゃん、はい、何が一番大きなニュースでした？僕はやっぱりあのリンゴちゃんですね。あれはもう何ですかね、沖縄内ですごく騒がれて、もう最後はね、なんかこの住宅の問題だった、最初は住宅の問題になったり、で、あのまた批判しちゃったり、はい、もうやっぱり僕 もう自衛隊もあのその大山さん あの紹介で、あの見学会とかもやっぱり参加して、これだけ本当にね、あの尊敬されてる、ね、あのちゃんとしたところなのに、なぜその批判をするのかなって、僕にはやっぱりちょっと分からなくて、で最後はやっぱりちょっと残念ながらね、あの皆さんの努力で、ちょっと、ね、宮古島の実からはちょっと外れちゃったみたいなんですけど、僕はもうそのリンゴさんにちょっと振り回されちゃったかなっていうのがありました。はい、はい、もう本当にズバリですね。はい、私会いに行ったんですよ。あ、そうですね。ブルースブラザーズの格好してですね。はい。そしたら奥から出てこないんですよ。全然。派手なひらひらとしたピンクの洋服つけてたんですけど、忙しいです。ダメです。忙しいです。時間がありません。ダメですって出てこないんです。ね、議会とかね、街中ですごい勢がいいんですけどね。あの調子で次また大山さんと討論して。いただきたいですよね。はい、続きまして、じゃあ今度はそうですね、カータンさん、はい、今年のでっかいニュースっていうのは、でっかいニュースですか？でっかいニュースです。自分の中ででっかいニュース言えないこともありますけど、やっぱりあれですね、今年になってボギーテロコンっていう方に巡り合ったってことですかね、自分の中で。まあ沖縄の問題で言うと、まあ、いろいろありすぎて、こまごまとあるんで、うん、一つで言えばもう、ボギーさんにこうラジオに出させていただけるようなところまで、お付き合いさせていただくことが、の中で一番ですね。これに出てしまうと、あとどっぷりですからね。どっぷりですね。底なし沼につながるんですからね。底なし沼ですね。はい、最初はこのマイクの後ろに、あの何名の方、何千名の方が聞いてるんだろうと思って、怖いんですよ。ところが喋ってるうちにこれが快感になってきてですね、あのある方なんかはもうフォーってやりますからね。いや、あれやっぱり快感なんですかね、地形カメラさん。快感っていうかもう、まあ、まあ毎週木曜日のことって毎週のことってなってきますね。はい、あ、毎週もって言ってます。慣れ、要はあれです。もう少し面白いツッコミしないと。いや、ちょっと今日は調子が悪いみたいですね。次にじゃあ、もずく姉さんは今年のでっかいニュースですね。もずくとしては10万円とか、あ、三振に振り回されたりしました。まあ、三振ですね。はい、いや、本当にひどい目に遭いましたね。あの本当に野球でいう三振みたいな感じになっちゃいましたね。金振り前ですね。うん、多分源ちゃんが聞いてたら座布団5枚って言うはずですよ。今のギャグはちょっと源ちゃんに似たようなギャグでしたね。はい、はい、じゃ続きまして、はい、ボギー中佐。そうですね、私は、まあ、いろんなことがありましたけれども、やはり一番は信じていた人にそうでなかったっていうことがありましたね。はい、裏切りですかね。そうですね、重いですが、まあ、まあ、あの、付き物が落ちましたのでよかったです。確かに成敗されましたね。はい、成敗ですね。いや、まだまだですよ。これからだったりしますからね。さて、一番まともなことを言いそうな、はい、海原さん。そうですね、個人的な面で言えば、自分がパーソナリティの番組が始まったことですね。で、まあ、個人的じゃないものにしたら、あの7月に投開票が行われました、那覇市議会議員選挙で大山隆夫さんが当選したことですね。単に自分たちが応援していた候補が当選したからっていうわけじゃなく、もう大山さんはもう終始一貫として、
もう公選法違反は絶対にやらないっていうスタンスで、まあ、選挙戦で戦ったんですね。まあ、この選挙違反がまかり通る沖縄で、まあ、そういったスタンスで戦った人が当選したっていうことはですね、まあ、今後の沖縄の選挙を大きく変える、まあ、そういったですね、出来事になったと思います。かなりやっぱりまともな答えでしたね。はい、期待通りというか、鉄板の答えでございました。HK 仮面さん、ぜひ学んでください、ね。はい。君は文字を書かすとバッチリなんだけど、喋るとなると突然止まったりしますからね。そこのところ、まあ、きちんとやったら、あとは絶対に赤い糸が見えてくるよ。はい。私が、リアルホットドッグエクスプレスをやってあげますからね。はい。リアルポパイでもいいですよ。これを知ってる方々は大体私と同じ時代かなと思っておりますけど、私にとってのやっぱり重要なニュースっていうのは、東村の与田さん、指摘検問にあって、反対派とトラブルになって、確か全治3日でしたかね。全治3日で起訴されてるんですよ、与田さんが。反面、反対派、平和運動をやってるね、中で女王と言われているおばあさんが、なんと男性の顔を ほっぺたをビンタでバッチンと貼ったのが不起訴になったと。はい。いわゆる、基地反対派は暴力を振るっても無罪放免。そして、逆に、まあ、基地を、容認している側は何かやったらすぐ起訴されると。そういったのがおかしいだろうということで、私はまた来年これをね、いろいろ正していく活動を、ね、していきたいと思っております。さて早速オフィスさんからはい、オフィスさんからメッセージが届いております。ボギーさん、ズケちゃん、梅原さん、中佐殿、カータンさん、美声のもずくお姉さん、こんばんは。こんばんは、はい。こんばんは。そして我が青春のフーターズにはレオタードを乗着して来店する HK 夕日が丘の却下大臣こと大谷光さん、こんばんは。もう嬉しいですね。今日はでもおとなしめですね。HK 夕日が丘の却下大臣。でもやっぱり変ですよね。はい、先週は念願の変態工作員 A さんのサイン色紙をいただき、ありがとうございました。書いたんですか？HK 仮面さん、サイン色紙マジで書いたの？確か、誰かもう一人書きましたよね、前にね、女性の方に。この2回目？さ、俺でもサイン書いたこと1回もないよ。なんで君が使えるの？はい、まあ、はい。先日は本当にこのサイン色紙をいただいてありがとうございました。我が家の家宝として額に入れてくださいすげはい、聞けば変態工作員 A さんは2度目のサインらしいですね。3番目の方は女性になるんですか？ぜひ関東でも HK サイン会をやってくださいこれはカータンさんにお願いした方がいいですね。はい、首都圏でカータンさんを会長にして HK サイン会するぞーって言ってから。来るの警察ばっかりだったりしてはい、30人ぐらい列を作って徹夜で並んでくれるかもということでございます。はい。さて、北海道の松前小島へ上陸した北朝鮮人民軍の工作員船長が逮捕されました。民主党政権時とは違い、政府の毅然たる態度、当たり前ですが、これが国家です。裁判の場で工作員船長が何を語ってくれるのか注目ですねと。そして米太平洋軍ハリス司令官が小野寺防衛省に米軍基地内でのドローン飛行禁止を法制化について要請。これが実現すれば、沖縄用や沖縄西のドローンは基地内を飛行できなくなります。早く実現してくださいと。さて、変態工作員 A さんの今年の一番の思い出の放送事故は何でございますか？はい。何か一つお答えいただければ。で、小石さんはですね、8月10日の、
変態カニ光線番組公開時期の一番欲しありましたね。あのカニ光線はもうアウトでしたね、あれね。このスタジオ自体が本当カニの匂いに包まれたみたいで、すごいファンキーな感じで。覚えてる ?HK カメラさん。8月10日。ほら、本人が覚えてない。やっぱり一つ一つをやっぱりゲイに、ゲイの肥やしにしないとダメ。そうだ、ね、8月10日といったら、8月11日に確かの大山ゲート前でハートクリーンやったんですけど、その前の日ですよ。うん、覚えてない、うん、はい、ありがとうございます。はい、そしてリクエストは、北島三郎さんの春晴れ来たぜ函館坂巻波を乗り越えての替え歌で、春晴れ来たぜフーターズ激しい愛を乗り越えてと、はい、ということで、HK ユーイハオが脚下大臣の変態工作員 A さんの発狂歌でお願いをいたしますっていう。せっかくですからちゃんと歌詞見ながら歌ってみてください。待ってね、今エコーかけるからね、歌いやすいように。わかるでしょ、これ。わかんない。わかるんですけど。はい、歌いましょう。はい。バルバル来たぜ、無茶なリクエスト。はい、もう、はい、もういいです、はいはい。もう答えは見えましたので、はい。ということで、必死になって、アドリブで変えようとしたんですけど、できないっていう。彼らはまだ未熟さをね、如実に表してる。自分で、ボケ取っちゃってどうするの？大丈夫ですか？もう事故ですよ。247323なんか笑ってますよ。武士ゴンドンさん、ラジオネーム、黙ってますよ。神風アタックさんも、やれやれと言って。本当に皆さんからこのリアクションすごいですよ。やっぱり君がしかこれできないなと思って、いつもなんか、いや全然無茶じゃない、すごいじゃないですか今日は。無茶でした。 なんでそうやってフーターズとかに定着させるのかな。どうなんかな。君が好きなんじゃない。HK さんは真面目すぎるんじゃないかなと。もう少し弾けてもいいんじゃないかなと。はい。弾けてます最近。弾けるようなことってちょっと少ないですね。君ゲートの前ですごい弾けるよね。あと砂浜で革新系の、ね、市議会議員と額付き合わせて闘牛みたいに弾けるもんね。全部俺覚えてる。君のその凛々しい面白いような姿は。年金男さんに追いかけられてるときはもう本当に高骨とした顔してるもんね。こんな幸せなこと。ちょうど駐車場の取り囲まれて喜んでるようなあんな顔で追いかけられてるんですよ。で、本人若いから逃げるの早いじゃないですか。逃げて追いつくの待ってまた逃げるんです。すんごい卑怯。やっぱり、宮城さんみたいに一度捕まって羽交い締めにあった方が、いいんじゃないかと思いますよ。あ、うん、またそれはそれで美味しいかもしれないです。美味しい。マジですか。まあ、かといってもじゃあ警察が動くのかっていうとちょっと微妙なところもあるかなと思ったりしますね。だからちょっと どうなのかなって微妙な思いもあります。そうですか。私警察官に手所さんすいません、彼どうにかしてくださいよ。言われましたよ、自分。どうしたんですか。いや、格好がね、ってからもう、お笑いしてました。どんな格好だったんですかね。やっぱりカータンさん、例のレオタードだったんですかね。どうなんですかね。はい、では一曲行った後に、HK 仮面さん、今度コスチュームを変えていただくことにしないと思います。もうクリスマスも終わりましたんで、次はもう夏ですからね。はい。あとちょっとしたらまた夏が来るっていうことで、今日は杉山清太さんのナンバーから、粉ウィンドウを
おかけします。どうですか？お色直し。あれ、ちょっとなんかしないですけど、かなりHK さんか、キャスの皆さんが重大事故は放送事故と左折という左折という声がちょっと今お着替え中だそうですので。ちゃんとはるばる北へ函館の山奥を乗り越えてはるばる北へ降ったはず激しい愛を乗り越えてを HK 雪が追っかけらず恐ろしい恐ろしいあ、これ清さんもおめえですね。こんばんは、ありがとうございます。しかし、2部は遅い時間です。80名の方が見てますね。すごいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。おお。今度は席替えですね。はい、寿司ゴンゾーさんもお喜びしてますね。なんでサングラスするんすか。そんなマスクの上からサングラスないと思うんすけど。いや、マスクする、マスクにマスクする意味はないでしょ。マスクにマスク。マスクまでしてんの。お前、来るじゃないか。声が聞こえないよ。よいしょ。何考えてんだよ、これ。ピン止めるのに使っちゃったから。あ、そっかそっか。お花がピンになってる。リアル HK とかコメントが賑やかになって変身だ。ありがとう、ネクタちゃんと女も飛ばすスリキャス崩壊。いや、このマスクいいんですけどね、前見えます。一応前が見えないんですよ。前が見えない。白っぽく思って見えるんですよ。通気性はどうですか。通気性悪いです。通気性悪いです。だからなんか息すると、たまに息するとないんですけど、息すると変なところがちょっと思うんです。てかこのマスクきついですよね。きついいや、そんな HK さんのために僕は新しいものを用意してきてますので、先輩。翔さん、これ取ってやってください。ピシッ作る2人。せっかくですが、HK仮面をマスクで取ったな。膨らんだりへっこんだりするのがいいんだよ、これ。なんか、ダースベーター的な。そう。はい、カメラ見て。はい。これぐらいです。スクショはい、今スタジオの方では、我が番組のアイドル HK 仮面さんがお色直しということでございます。お色直しでございます。別にここで宴会をしているつもりはないんですが、本人は、はい、素顔を見せたくないということで、また別な仮面をかぶって、登場しております。今日の仮面は、これはまさに HK の仮面ですね。 HK 仮面さん、まあそうですね、はい、やっぱりしっくりきます。いや、
全然全然聞こえません。はい、ありがとうございます。HK 画面の上にマスクしてるのはどうも違和感が。はい、お色直しでございます。サンゴハートさんから、新郎の お色直しということで、もしかして、新婦はサンゴちゃんだったりして、それはないかなと思います。中佐も似合ってますよということで、ラジオネーム、これきよさんから届いております。さて、ここで一つ話題ですね。今から5日ぐらい前ですかね、国頭村で、このいわゆる資材を運んでるトラックの前に、70歳の平和運動家が、割り込んでですね、その前で車をいわゆる牛歩、早く工事現場である辺野古に行かせないために速度をわざと落として、ノロノロ運転をして、速やかな進行を妨げたと。すると怒った、ね、トラックの運転手さんが仲間を呼んで、この車を挟み撃ちにして、で、車から降りてきた。そして当然怒ってますから、おい、降りろっていうことでどんどん叩いたって言うんですよ。すると、自分からね、仕掛けてる。だから降りてきて、俺は平和のためにやってるんだって言うかなと思ったら、なんと、窓を閉めて鍵をロックしてガクガクブルブルしてたっていうことで、結果的にスパナでドアミラーのカバーをね、割られてしまった、外れてしまったっていう事件なんですけど、これ沖縄タイムズさんの記事によると、この70歳の平和運動家はトラックの前を30キロから40キロで走っていたと、遅すぎるスピードではないっていうふうに言ってるんですよ。ところが実際のこのトラックの運転手さんの話に一切乗っていない。全く乗ってない。で、私は北部のトラック業者知り合いがいっぱいいますんで、連絡取ってみたんですよ。実際にはどんな感じですかっていうふうに聞いたら、何を言ってんですか、テドコンさんと。あいつらね、ゆっくり走るどころか、車の前に飛び出してきて、車止めるんですよと。あいつらゲリラですよって言って、すごいカンカンになって怒ってるんですよ。で、その事件が起きた日は、なんと、彼ら20名を、このトラックの妨害のために出動させていたということで、そのうちの1台が、今回トラック運転手さんとトラブルになったんですけど、それはやっぱり目の前で、ゆっくりゆっくりね、アフリカマイマイみたいに走らされたら、それは誰だって、川田さん怒りますよね。怒りますよね。でも救助ではレンタカー守れなかったんですね。そうですね。救助はドアミラーを守れなかったんですよ。でも車乗ってて、わざと目の前でこういったね、ブレーキ踏んだりとかする、人もいますけど、そういった人が前にいると、ズケちゃんやっぱり運転しててカリカリしてきますよね。はい、そうですね。で、これがもうね、もう常習化して毎日やってるってことは、ちょっとその、団体っていうのはやっぱりね、大きいパレオさんなんですかね。もうね、本当に運転手様が、運転手の方に、やっぱりちょっとこの、記事もちゃんと取材をして、両論を載せるべきですし、で、またまず一つは、その、自分がやったことに対して、大きいパレオさんは謝ったのかなっていうのが、僕は、ちょっとそのネットでどう探しても、そういったことも見当たらないんですよね。それちょっと本当に残念です。ね、はい。いわゆる平和のためだったら何をしてもいいっていうことで、一生懸命仕事のために走り回ってるトラックの運転手さんの前に割り込んでですよ。ゆっくりゆっくり走ると。で、私の知り合いのトラック運転手さんの話だと、30キロから40キロバカ言っちゃいけないと。あいつら10キロとか5キロとかで走らすんですよと。そういうふうに言ってたんですよ。本当に止まるようなスピードでゆっくりゆっくり走ると。で、仲間がいるところに来ると、今度は仲間がよくか飛び出してきて、わーっとトラックを取り囲んで止めちゃうわけですよね。こういったのを全く沖縄のメディアは報道していない。いや、これってどうかなと私思いますよ。これは本当に HK カメラさんやっぱり車を乗ってたはずですから、そういう変な運転する人っていうのはやっぱりぶち当たったことありますよね。仕事のね、あれではないんですけれども、こういう事業用の車って、大体、タコメーター、デジタコとか言われる、
速度を記録する装置つけてる車もあるんじゃないかなと思うんですよ、うんうんうん、で、ちゃんと正確に書くんだったら新聞はそのランプの運転手さんにそういった記録とかも見せてもらって、でどれぐらいで走ってたかとかいう記録とかも見てから書いた方がいいんじゃないかなと思いますね。いや、これ全くその通りですよね。本当に梅原さん、辺野古でもこいつら車の前に飛び出して、前に放送でも流しました、ダイ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 死ねべえ、死んでしまえ、クソったれ死ね、アホってガンガンやってるのがありましたよね。そうですね。あと辺野古だけじゃなくて、実は普天間基地大山ゲート前でも米軍車両の前に割り込んで、そこでノロノロ運転して、進行を妨げていた人がいましたよね、確か。ああ、いましたね。横断幕持って、実際に車の前に立ちふさがったりとか、そういうこともやってますね。そういったね、道路を封鎖するような人のことを、沖縄のメディア、一部のメディアはヒーローのように扱うわけですから、それってやっぱり県民が勘違いするのは当然ですよね。私は平和運動をやるなじゃないんですよ。やっていいんだけど、ね、法律を守ってやれよと、多くの人たちに迷惑かけるなよっていうことなんですよ。実は今日私たちね、ボギー中佐と、はい、ボギー少佐とあと何名、今日は12名かな、参加したのは。で、普天間基地のフェンスの清掃をしに行ったんですけど、まあ、本当に正月も近いっていうのに、赤いテープから黄色いテープから黒いテープからベタベタあって、本当に調査剥がすの大変でしたよね。大変でしたね。でもちょっと個人的に思うんですけど、あれ貼る方が楽ですよね、絶対に。いや、貼る方楽ですよ。で、ああいうところに、今回もいろいろと皆さんがやってるところを初めて僕行かせていただいたんですけど、確かこの番組の関係とか、まあ、ボギーさんとかのつながりのある方で、ああいうとこ勤めててやった人がいな、や勤めてて自分の会社汚されてるのに知らん顔してる人がいるっていう話も聞いたんですけどね、私。そういうのちょっとひどいなと思うんですよね。そう。実は今日ね、地元の人も参加してくれてね。そうですよね。私たちが清掃してるのを見て、慌ててカッターを買ってきて、うん、僕もすぐ近くだから参加させてっていうことで、参加してくれた人もいましたしね。クラクション鳴らしてくれたりとか、うんうん、助手席側のミラーを下げて、うん、ありがとうって言って通った方が、いたんですよ。なんか嬉しいですよね。嬉しいですよね。やっぱり中さん、ああいうの見るとなんかすごい元気出ますよね。はい、元気が出ます。もう小さい子もね、慣れない手つきで一つ一つ剥がしていってましたけど、本当に綺麗になりましたね。はい、本当にまだ小学校1年ぐらいの女の子もね、一生懸命初めてカッター使うって言ったんですけど、一枚一枚ね、本当に時間をかけて除去してましたからね、はい、本当にそういったのを見るとね、このフェンスを汚す大人たちっていうのは、いかにやっぱり平和をね、願ってるとはいえ、まあ、手法は間違ってないかなっていうのは私思ったんですけど、私もフェンスクリーンの代表として今日久しぶりに参加しましたけど、剥がし方忘れててですね、思い出すまで10分ぐらいかかりましたよ。あ、こうだったっていうことで、あとはもうシュッ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 と。パッパッパッと剥がせるようになったんですけど、HK 仮面絶対に俺のフェイスブック見てるから来るかなと思ったら、影も形もなかったですね。ね、よかったですね。なかったです。来ると思ったのよね。待ってたんですけどね。ここは狭いだろうって言ったね。そうですね。金網にね、張り付いて成敗って言ってからね。ベリッって感じですね。そのまま海兵隊の憲兵に連れてって。憲兵隊の隊長からボギーさんの名前呼んでますけどまあ、そちらで自由に処分してください。そんなしないよ、大丈夫。はい、まあでも後である方が連絡が来ていまして、清掃してくれてありがとうと、次は司令官と、オフィサーですか、はい、上級総長も一緒になってやるからっていうふうにメッセージ来てましたけどね。
やっぱりどっかで見てるんですよ、彼ら。見てる。どこかで見てる。しかしその汚すのをやっぱり防止できないというのはあまりにもちょっと情けないですよね。米軍さんは虚しいんでしょうね。ああいうふうにやられてると、で僕らがやってるのを見ると、本当は多分、前出て手伝いたいっていうのもあるんだろうけど、いや、申し訳ない。まあ、私たちがね、同じ日本に住んで、日本人がやったことを日本人が駆けつけるっていうのは、当然ですけど、本当、汚されてね、悔しい思いしてるのは、米軍の、普天間基地の勤めてる日本人の方もそうですし、アメリカ人の方もそうだと思うんです。勤めてる人がなんですよね。で最近この反対派の方が動画を中継してましたけど、この基地の中に入ろうとする車を横断歩道が青だっていうことでその上を行ったり来たりして入れないように邪魔するわけですよ。結果的にこの国道、330は2車線2車線の4車線なのに上下線の1車線がこの渋滞で潰れてしまってもう大渋滞がやっぱ起きるわけです。ところが彼ら曰く平和のためだと。警察が邪魔するから混んでるんだと。全く変なこと一緒ですよね。おまわりさん、誘導して、ある平和好きな方がね、Facebook のライブとか、そういうのを、ね、流してて、ギネワンの、要するに警察の、ギネワン署さんですよね。そうすると、交通課長さんが自ら棒を持って誘導してるのに。邪魔してます。いや、邪魔じゃなくて、おまわりさんの誘導は法律的に手信号だからって、僕なんか思うんですけどね。うん、あ、いいですかね。沖縄って観光立県ですよね。はい、観光立県ですよ。で、フェンスとかで清掃しながら思ったのは、迷惑防止条例ってどうなってるのかなと思ってですね。観光客がこんな汚いフェンス見てて、いい思いするとも思いませんし。やっぱりそういう条例を作るっていうのは県会議員の怠慢じゃないのって思ってしまうんですよね。そうですね。私もそれはっきり思いますよ。特にね、宜野湾出身の県議の皆さんはね、直接行動に移るっていう物騒なことを言ってる方もいますけど、ね、直接行動に打って出る。まさにテロ宣言じゃないですか、ね。現職の議員さんがこんなこと言っていいのと、気に食わなければ実力行使をするぞって。新聞紙面で堂々と発言してるんですよね。はい、あと宜野湾選出 の、 県議会議員の中で、ガナハマツコさんのラジオ番組に対して県議会の場でイチャモンつけていた人もいましたよね。そうこれが県議会の場でやることかって思うんですけどね。県議会でそんなことしたら一ラジオ番組に対する政治の介入にもならないですよこれ、はい、そうなんですよね。まあ、でもうちの番組は公平性を期すために保守系の政治家も出ますけど、社民党の照屋監督先生なんと2回出演していただいております。それとあと木名正吉さんも出演しております。それとなんと斉藤正史さんも出演しております。はい、ですから決して右翼番組じゃないんですよね。はい、そうですよ。テルカン先生なんかこの番組大好きだったんですよ。最近忙しくて来てくれないんですけど。以前ね、なんかケスケスなんとかさんって方が出ません、そう出ませんかって言ったらなんか他の人のキャスのところで、でも僕はこのデモが何で出る必要ねえとかなんか何ヶ月か前の誰他の方のキャスで。言ってましたね。私はそのキャス見てたんですけどね、その方に大変配信者の方に大変申し訳ないんですけど、5000円のニット出るとかって言ってたんですけど、ニットなんかいただいて、私先週と今週と、まあ以前にも数度、出演させていただいたんですけど、ニットいただいてないんで、安心して出てほしいんですけどね。そうですよね。まあどうしてもって言ったら2打準備しますよ。じゃあ今度私2打もらおうか。2打。ね、HK カメラさん、スーパーで2打買ってきてね、2打です、はい、これからのトレンドは2打ですって言って。そうですね。はい、寒い中でも暑い中でもやっぱり座り込んだり立ち上がったり、ムカデ行進をするパワーは2打から来てるんですよね。2打ですよ。
元気の源でもありますからね。源？ちょっと受けたね。源じゃない、源。分かってるよ。沖縄来てチャンプルを食べてニラ入ってると本当楽しいですね。そう。で、あとあの時期が来れば島らっきょうをね、カリカリ食べます。島らっきょうをお腹いっぱい食べて飛行機乗った時ファンキーですよね。息を吐くたんびに匂いがプーンと出てきて。私一度飛行機の隣の席で某今3区の周辺家の方と周りになった時に。つくづく思いましたね。島らっきょう食べとけばよかった。3時間も東京までね、那覇から帰るときには隣に今、ね、名前はあえて議員さんの名前は言いませんけども、沖縄3区で有名なあの方ですね。あの方が隣に座って、はい、榎本さんから大げさ太郎五六ということで、名護市の警察には優しくしてもらう。活動家はこんなこと言っていいんですかね。でも小林さん基本的に優しいですからね。はい。そう。お、もしかして今オスプレイがヒューンって飛んでってますけど、一瞬で聞こえなくなりましたね。このオスプレイの音が聞こえると、海から魚がいなくなるっていう話も HK カメラさんありますよね。そうですね。そんなにすごい音なんですかね、今。ちょっと微妙なんですけどね。そんなにすごい音だったのかなっていうのは。一瞬で音消えちゃいましたけどね。はい、はい。しかし、番組もあとちょっとで今日終わりっていうのにボンボン来ております。はい。あと一つちょっと読んでみますね。あ、これ、保育園の先生から来ております。はい。こんばんは。先日はお忙しい中、子どもたちのためにお時間を割いていただきありがとうございました。一緒に歌ったり踊ったりの楽しい時間を本当にありがとうございました。サンタさんからのプレゼント、ゲンちゃんからの風船のプレゼントを嬉しそうに両手に抱えて、お迎えのパパやママ、じいじばあばに見せていました。ゲンちゃんにもよろしくお伝えください。また来年もよろしくお願いします。では、良いお年をお迎えください。これ先日私と源ちゃんがサンタになってお伺いしました浦添市内の保育園の先生から感謝のメッセージでございます。はい。そして、またワンヌ海ご一同様へということで、はい、これは、はい、ペンネームラジオネームまなぶさんですね。はい。私は沖縄では絶対車を運転しません。この頃、年の差が自制心がなくなってしまって、道路を飛び出し、減速なしでそのまま引く、ノロノロ運転、減速なしでそのまま追突っていう感じで、沖縄の最後の皆さんはこの前道路に足を出して、交通事故に遭ったみたいですね、っていうことで、交通事故に遭うと予測できない人はアウトですと、ビシッと書いております。はい。本当に今日、はい。このペンネームは、広川原さん、最後にメッセージが HK さんと仲裁よく似合ってますいや本当に笑わせてくれますね。でも本当に今年も HK 仮面さんにはもうたっぷり笑わせていただきましたね。来年またパワーアップして、はい、素敵なマイスイートができてもこの格好をぜひ続けていただいてですね、日本中にその名前を轟かせると、はい、東京で再開もやりましょうね、HK カメラさんね、はい、誰か連れてって自分で行きなさい自分で行きなさい、何おわけのわからんことを言ってるんですかね。はい、ということでせっかくですから皆さん短くメッセージを、はい、じゃあ最初にカータンさんから。はい、今年も最後というまた皆さんとね、私はツイキャスの方がメインで参戦しているんですけど、またツイキャスで、コメントしたい、こちらに遊びに行きたいと来年も思ってますんで、今年1年お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。ではズケちゃん。はい、もう今年からちょっとなんか、まあ、ラジオをよく出させてもらいまして本当にありがとうございます。ぜひまた来年ももっと激しくもっと過激に頑張りたいと思います。はい、よろしく、はい、また来年もお願いします。はい、ではもずこ姉さん。はい、
もずくは、今年1年ですごい認識が沖縄のことに対してもそうだし、また今日一緒に番組出させてもらってる方々と会えてすごく嬉しく思ってます。で最近ニラをスーパーで見てついププって笑ってしまうので買い物がとても困ってるので、来年はニラ見てちょっと笑わないように頑張りたいと思います。以上です。ありがとうございます。じゃあ続きまして中さん、はい、はい、マイクに向かって、はい、皆さん良いお年をと同時に私いろんな格好してますけど、ね、笑っていただければそれで満足かなというような感じでやって、来年もさらになんかいろいろ考えてやっていきたいなと思ってます、はい、それとHKさんに春が来ないのはひょっとしてオスプレイのせいなのかなと思ってます。じゃあ続きまして梅浦さん、はい、ここにいるメンバーで私がこの1年間唯一皆勤賞でしたっていうのは自慢です。で今年も聞いてくださりありがとうございました。来年ともどもよろしくお願いします。ぜひ HK さんにですねもっともっと餌をあげてください。よろしくお願いします。、はい、最後に締めは HK 仮面さんでお願いします。今年ちょっと途中でちょっとしばらく出れない時期とかもあって、まあそれはちょっと悔しかったなっていうのもあるんですが、まあ来年はしっかり出てしっかり楽しんで、まあ毎週木曜日が楽しい1年にということにやっていきたいなと思います。今年もありがとうございました。はい、毎週木曜日が楽しい1年、ちょっと意味が分かんなかったんですけど、はい、まあ一応80点ということでね、ということで今日も本当に個性豊かなメンバー次々にね、いろんな方々が来ます。まあ、県外からもわざわざ来ていただいて、番組にも参加していただいて、で、今日も東京とか北海道からも見ていただいてます。アメリカでも見ていただいております。こうしてね、私たちの声が、この沖縄の不都合な事実が多くの人たちに届けるよう、来年も頑張りたいと思います。皆さんどうも、今年ありがとうございました。来年もまた楽しくやりましょうね。いいかな、HK仮面さん。来年も楽しくやりましょう。はい、ということで本日も終了します。ありがとうございました。ありがとうございました。良いお年を。良いお年を。さあ、あとは HK 仮面さん独演会ですね。あれ、いいと思ってくると思ったんですけど、ね、何度もお先に席立つんで。今45キロね。はい、こんばんは。はい。はい。そうですね。池さんに1週間遅れのお誕生日プレゼントをお渡ししたいんですが、A 賞から C 賞までありますけど、どちらにしましょう。A 賞から C 賞まであるんですか。池さん、池さん担当いるんだ。そうですね、僕は B 型なんで、B 賞で。HK 仮面に指名の電話が入りました。はい、お正月が近いので縁起物の縁起物の獅子舞のかぶり物です。あ、ありがとうございます。あとはついでにこれももらってください。これももらってください。あ、そこがいい。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかコスプレ罰ゲーム。中身は開けてみてください。あ、これは。それはですね、ガスマスクです。ガスマスク。といってもなんていうかおもちゃですよね。あ、いえいえ。ズケさん、なんか、はい、なんか、なんていうかね、モデルガンをかなり面白いようにしたんで。あ、ありがとうございます。なんか、
もう何ですか？もう一つは、はい、もう一つはあのジブリの顔なしの顔なし。すごいですね、すごい。はい、ああ、これ、これ、はい、サバゲーの時に使って、はい、探してたのか。あ、はい、あ、はい。カメラで。すごい。あ、いいじゃん、いいじゃん。ああ、お、それが。似合う。似合う。これ、そのままゲート前にいた方がいいんじゃないですか。こんなガスマス、あの米軍放出品買った方がいいんじゃないですか。ネット通販では米軍放出品はなかったの。お、すごい。いい感じ。いい感じですね。はい。この、はい。目が見やすそう。あの、いいね。SK さんは来年に向けてイメージチェンジを図っていただきたく、いろいろご用意しておりますが、また HK さんにも A 賞から C 賞までます。A 賞から C 賞。無反応ですか？ H はないのみたいな。あの、僕のおすすめは A 賞です。で、B 賞はあんまり面白くないです。C 賞は視聴者が喜んでくれます。どんな感じのもの？いや、SK さん、あのバイクですので、防寒具といいますか、マスクタイプ の、 あの、ちょっと顔が全部覆えるタイプのマスクですね。ありがとうございます。はい、さっきのやつですか。いや、飛行帽なんですけど、ここを覆えるので、はい、なんか C、江戸さんがじゃあ C とか言ってますけど、あったかそう。いい感じじゃない？ね、あの、なんか毛並みがいい。毛並みいいですよ、うん、彼は。毛並みいい。恋しい。サンガハートさんがいいじゃんって。似合う。毛並みいいの。ここに赤い星。あ、それはあのローがつくんかの、ね、中がつくんよ、うん、で、ちなみにですね、あの B 賞と C 賞が何だったのかと言いますと、うん、皆さんあのどっちからお知りになりたいですか？ねえ、やっぱり C C 賞はですね、北の指導者様です。おー、おー、おー、これね、まさかな、はい、これ、はい、あの、電話の人ですね。テレフォンヘッドですよ。テレフォンヘッドの人です。これ絶対スケちゃんにぴったりですよ。これ。設定カメラの体型じゃない。師匠。注射苦しくないのです。じゃあ、来い。いいです。できたらあのカメラ向けますよ。はい。いいですか？ちょっと耳の小さい、ちょっと小さいかも。あ、入った。入った。はい。はい。息できますこれ。息できなさそう。はい。待って。怪しい。怪しい。怪しい。なんか違和感がない。なんかあの、なんかあの、大変申し訳ないんですけど、あの、どこのおじさんですか？これ作ってちょっと、じゃあ、の、はい、さっきは行くなとか。だから、違うところですから。なんでこれ、それしたら、平気ですか？平気ですね。慢性とか、コメント書いてる。あんまり変わらない。まあ、最後の B 賞は、HK カメさんに受け取っていただきたいんですけども、はい、HK さん、いつもマスクしてるので、はい、活性炭入りの、
フルライス100個セット。優しい。優しい。相対系の仮想大会とか、この格好でご帰宅お願いしますとか、思想研究、主体思想研究会とか、これ使います、聞いたまであるしね。もう、ここでコメント。習近平さんリクエストしてますね。習近平さんの面をかぶって、県庁前で抗議活動するといいねって。もう今日はコスプレナイトですね。本当に良かったですね。だって豚が2匹も出るなと思わなかった。そうですよね。それもあの与田さんのとこが脱走してきたっていう。与田さんか。いやいや。そうでした。地形構え愛されてるんでお前は。感謝しないと。そうそう、キャスの皆さんにも締めの時間ではないかなと思うんです。はい。そろそろじゃあ締めてください。はい、ちゃんと。ありがとうございます。もう本当に映ってる？ちゃんと。はい。あ、映ってますよ。今。はい、じゃあはい、閉めてください。HK カメラさん。どうぞ。今年ね、ちょっと、まあ、いろいろ、今年もまあ普通にいけるかなと思ったら、やっぱりいろいろあった1年であって。出れなかったのが、ちょっと出れなかったのが本当に。出れなかった時期っていうのがちょっとあったのが悔しいかなっていうのがあったんですが、まあ、それでもまあこういうふうに皆さん盛り上げていただいて、キャスの方でもいつもいつも毎週盛り上がってまあなんとか楽しくやっていけたかなと思ってます。はい、来年もまた来年もちょっとどんな年になるのかなっていうのが、まあ、いろんな思いで見てますんで、まあ、来年も面白く、まあ、放送事故ないような1年にやっていければなと思います。ありがとうございます。はい、じゃあ私もですかね。じゃあ私からは、あと沖縄へは3日かないますので、もう一暴れしようと思ってます。皆様、来年もよろしくお願いいたします。はい。はい、ということで、はい、今日はね、怪しい2人の間に挟まれて、私が一番怪しいっていう感じでございますけど、こういったメンバーでございますけど、皆さんぜひ、来年も生温かい目で見守っていただいてですね、特にこの、沖縄の方言でチョンガーと言います。チョンガー。チョンガーというのは、いわゆる、彼氏じゃない。彼女なし、独身という意味なんですよね。誰か一人ぐらいはちょっといい縁が来るんじゃないかと私期待をしております。まず最初に宮城さんだろうな。はい。あとは大体同じかな。次はタカさんか。そうですね、ヒコちゃんじゃないかというのを思ってますけど、君は多分一番最後で、でも最後っていうことは結婚式の時みんなでオキパヨのゲイやってあげるから、みんなでマリンアウトの格好して出てくるので、立ち上がれる、そう、立ち上がれる、みんなでこうして、立ち上がれ、こう、ってみんなで、期待しとけよ。はい、ということで、今年も皆さん大変お世話に。なりました。またワンノームイ、そしてボギーチャンネル、そして HK チャンネルともどもまた来年もよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。良いお年を。良いお年を。